ノベンバー型原子力潜水艦は、ソ連海軍の原子力潜水艦の艦級に対して付与された、NATO コードネーム。ソ連海軍での正式名は627型潜水艦、計画名は、キトであった。第二次世界大戦中、ソビエト連邦の潜水艦を担っていた、設計局、造船所のほとんどが、ナチスドイツの攻撃、占領による損害を被ったこともあり、 建造ペースはかなりの遅延を余儀なくされた。そして戦後、ドイツ海軍の潜水艦隊の活躍を重視したヨシフ・スターリンは太陽艦隊を目指すソ連海軍にとって潜水艦こそ必要な兵器であるとしたことからソビエト連邦の軍需産業や海軍は世界最大の潜水艦隊建設へ向けて邁進することとなった。まず第二次世界大戦を通じて獲得された。 ドイツ海軍の U ボートを参考とした通常動力型潜水艦の整備が開始され、613型が1951年12月、またより大型の611型は1953年12月に収益を開始した。一方、1945年の実験用原子炉の建造成功を受けて、ソ連海軍でも潜水艦用原子炉の開発に着手。 また1949年にはソ連科学アカデミーが潜水艦の手記として原子炉は利用可能と報告。1950年からは原染用原子炉の詳細設計が開始された。1952年9月、スターリンは極秘指令627型の設計と建造を承認した。これに基づき科学アカデミーのアレクサンドロフ核エネルギー。 研究所長をプロジェクトの総指揮官として造船技術者と科学者の2つのチームが編成された。造船技術者チームはペレグドフ少将の指揮下で船体設計を、また科学者チームはニコライドレジャーリの指揮下で原子炉設計に当たった。また11月には政府が正式にこのプロジェクトを承認し、原船造船所の建設指揮のため、 海軍総司令部のセルゲイフ大将がセベロドビンスクに派遣された。1953年3月に設計草案が作成された後、作業はボルナ第143設計局に引き継がれ、1954年3月に最終設計案としてまとめられて、6月には政府により承認された。これを受けて20の設計局、38の研究所、 80以上の工場で工作機械の製造や原図製作といった事前準備が開始された。船体建造は1955年9月24日より開始された。またオブニスクには実験用の VMA 型原子炉が建造され、要因研修に供された。1956年3月8日に初めて起動されたが、その540件に及ぶトラブルを生じ。 多くの解説系が必要になった。これによって建造された一番関係マイナス3は1957年8月9日に浸水した。同館の寄港後間もない1955年10月22日、ソ連政府は627型に改正を施した 627A 型の建造に関する極秘指令を発出した。これは公開装置の改良や行動時間の延長。 安全性の改善などを図ったもので、九百五十六年五月に第百四十三設計局が設計案を作成、一番関係マイナス5は八月に寄港され、九百五十九年十二月に竣工した。その後、九百六十二年十二月までに、さらに同計艦十一隻が建造された。また九百五十五年には六百二十七型を元に、 液体金属冷却炉を搭載した原子力潜水艦を建造することにした。これは当時アメリカ海軍が建造していたシーウルフについての情報を KGB が入手したことに伴うもので、これによって建造された645型 K-27 は1963年に竣工した。627型の船体設計は611型を母体としており、 線形、電気装置、機械構成などを大幅に流用している。また部分的にはアメリカ海軍のアルバコアの要素も取り入れられた。これは類的型船体の先駆けとなった実験潜水艦で交換写真を参考にしたものであった。最大潜航深度は従来の通常動力型潜水艦と比して格段に大きく設定されたことから船体構造材として 新素材が必要となり、船舶建造省の第48中央研究所によって AK-25 高長力校が開発された。これにより、K-3 の公の試みでの先行深度は310メートルに達したが、これは当時の軍用潜水艦の世界記録であった。構造様式は従来通りの完全複覚式が踏襲された。 約30%の予備浮力が確保されたが、これは世界初の源泉であるアメリカ海軍のノーチラスの2倍にも達する値であった。これは1区画に加えてバラストタンク2個が浸水しても艦の浮力を確保することができるということを意味したが、このことは後に本方が経験した多くの事故で艦の生還に貢献した。また艦内は9個の区画に区分されたが、これは ノーチラスより3つ多いものであった。蒸気の経緯より627型はソ連発の原泉として VMA 型加圧水型原子炉を搭載した。熱出力はそれぞれおよそ70メガワットであった。1958年に K-3 が初めて原子炉を稼働させた際の養生試験では原子炉出力を60%に抑えたにもかかわらず水中速力は 計画を3ノット上回る23.3ノットに達した。また1959年の計マイナス5の海上公儀では原子炉出力80%で水中速力28ノットを記録したが、これは当時のソ連潜水艦の最速記録であった。航続距離としては低速では166000回り、高速では106000回りとされた。 ただし蒸気発生機の信頼性に問題があり、平均して600時間しか持たない上に、2期のうちどちらが故障したのか分かりにくい構造になっていたため、実際の連続行動時間はかなりの制約を受けており、急爆機器の際にも派遣することができなかった。蒸気漏れが原因となって一時冷却水が二時、冷却水系に混入して放射性物質が漏洩するという事故も頻発した。 この欠点は 627A 型でも是正されずに引き継がれており、1960年代中期になって、やっと解決された。また645型では VT-1 型液体金属冷却炉が搭載された。これは440度の液体金属冷却剤、355度の加熱蒸気を使用しており、 原子炉2機の合計出力は3万5千馬力と627、627A 型の4.3%増であった。また一時冷却剤である液体金属の循環は自然循環であることから騒音源となる冷却ポンプが不要となり二次冷却系の圧力が一時、冷却系より高いことから蒸気発生器にトラブルが生じても放射性物質が二次冷却系に 漏れる心配もないことになっていた。しかし実際には、類似形式の原子炉を搭載した、米海軍、シーウルフと同様、一時冷却系に発生する、酸化物やスライムによる、閉塞事故など原子炉系のトラブルが多発し、1968年5月24日には、露心溶融事故が発生、多くの乗員が被爆したほか、身を停して、故障を修理した乗員九名は、 事故直後に急性放射線症候群で死亡した。スターリンの死後、ニキータフルシチョフは海軍力の戦略的価値を理解せず、核兵器の運搬手段としてしか捉えていなかったことから六百二十七型は水爆魚雷搭載艦として設計された。六百二十七型のために開発された水爆魚雷は t 十五型と称されており、沿岸の都市をターゲットとして、 爆発による津波や地震によって破壊する計画であった。しかし弾頭実験が失敗したほか、重量40トンという巨大な魚雷を発射管から発射すると管のバランスを崩し、沈没の恐れもあることから、1954年5月に不採用が決定した。この結果、通常攻撃力の強化が図られ、当初設計では2問だった5 3 3トル 魚雷発射艦は8門に増備され、魚雷の搭載数も20本となった。ソナーとしては、当初は MG-200、アルクティカ単身技を備えていたが、高機関では改良型のアルクティカ M に更新されたほか、パッシブ式の MG-10 も搭載された。しかし、機関の水中放射雑音が大きく、20ノットイ以下でしか目標を探知できない状況だった。 なお本型の水中放射雑音は周波数5から 200Hz では 170DB、1kHz では 150DB であった。上記の通り本型は事故も多かった。主なものは以下の通りである。ありがとうございます。